ドイツの国家元首一覧では、1871年のドイツ統一以降のドイツにおける元首の一覧表を掲載する。国家元首の正式な役職名は、時代、生態によって異なり、以下が存在する。なお、言語表記のは、複合名詞の単語の区切りを示すものであり、実際のドイツ語表記では使用しない。ドイツ国1871年の1918年。 ドイツ皇帝1919 19 19年の1934年、大統領1934年から1945年、主導者権首相ドイツ民主共和国1949年の1960年、共和国大統領1960年から1990年、国家評議会議長1990年、人民議会議長ドイツ連邦共和国1949年、 現在、連邦大統領1871年、プロイセン国王を皇帝とするドイツ国が建国。1918年のドイツ革命によって訂正が廃止され、国王はドイツ国のまま大統領を国家元首とする共和制に移行した。アドルフ・ヒトラーが国家元首と首相職を兼ねて以降は第三帝国とも呼ばれる。ただし、正式な国名は低世期。 バイマル共和世紀と同じ、ドイツ国。ドイツ民主共和国の国家元首は建国当初、共和国大統領であったが、大統領ビルヘルム・ピークの死去直後の1960年9月12日、同国は憲法を改正して、ソビエト方式へ移行。人民議会が選出する国家評議会を最高機関と定め、国家評議会議長を事実上の国家元首とした。このため、 ピークは、同国の最初で最後の大統領となった。1990年4月5日、事実上初めての民主的な自由選挙によって選ばれた人民議会が憲法改正を行い、国家評議会制度は廃止された。その際大統領制の復活も検討されたが、東ドイツの解体がほぼ決定的であったため、 新たに正式な国家元首の選出を行うことを断念し、憲法2第75 a 条を挿入し、共和国大統領の地位、任務及び権限に関する法律が議決されるまで、及び共和国大統領の選挙までは、ドイツ民主共和国人民議会の幹部会が国家評議会の権限を行使し、人民議会の議長が国家評議会議長の権限を行使するとされた。このため、 人民議会議長のザビーネ・ネベルクマンポールが1990年10月2日の民主共和国会体まで暫定的な国家元首として扱われていた。ドイツ連邦共和国の国家元首は連邦大統領という。それまでのドイツにおける他の国家元首とは異なり、その権限は儀礼的、形式的なものに止まっており、政治的な実権は連邦首相が有している。 ありがとうございます。